コマオよ。ヘブンバーズレディオ。ヘブンバーズレッド第31夜舞台朝倉可憐役芹沢優です。同じく第31夜舞台国見玉役を古賀葵です。わーイエーイ。ライトフライヤースタジオとキーが送るドラマチック RPG ヘブンバーズレッドを盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。はい。この番組を地上波の文化放送でお聞きの方は、はい、今日7月24日は、うん、ヘブンバーンズレッドハーフアニバーサリーパーティーが開催されてましたね。イエーイ。楽しかったかな。どうかな。どうですか。こちらもね出てたんですけど、はい、楽しかったよね。楽しかったはずですよ。もう絶対楽しかったと思う。そうだよ。ね、だって柳凪さんとシーズレジェンドのスペシャルライブ、はい、あってすごいよ。すごい。きっとすごかった。すごかったよ。もう泣いてるかも。泣くかもしんないよ、ね、いや本当にちょっとみんなの気持ちは、うん、メールでいっぱい聞いちゃうから待ってますよ。はい。ちなみに、超 A&G プラスでご覧の皆さんはまだイベント前の時間軸なので、うん、ヘブ版の公式 YouTube チャンネルで無料配信されますので、うん、ぜひぜひご覧ください。お願いします。はい。それでは今夜も始めていきましょう。ヘブ版レディオ作戦開始。この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りします。芹沢優と古賀葵のヘブンバーンズレディオ。改めましてヘブンバーンズレッド朝倉可憐役芹沢優です。国見玉役古賀葵です。さあすっかり季節は夏ですね。夏だ。夏服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 。今日はドラゴンフルーツみたいなトゲトゲのトップスを着ていましたけれども。かわいい。トゲトゲ。いやそう、夏暑いね今年ほんとに。すごい。中国なんでもないですよ。どうしてるの。暑すぎる日。暑すぎる日ですか。もう頑張って耐えてますよ。もう耐えるしかないですよ。朝とかさ書く人。朝あんま書かない。いや書きます。書く人。はい。もうじゃあ垂れ流して、もう垂れ流して、もうハンカチティッシュを絶対に持ってね。そうだよね。はい。もう本当に今年はめちゃくちゃ暑いんですけど、うん、ヘブ版は水着のキャラの実装とか、まあこの季節はねありますよね。あるんじゃないの。だからこのゲームもあるのかね。どうなの。見たい。見たい。え、誰が見たいとかある。でもやっぱりおあキャラでいきます。タマは、うん、タマは多分セーラーになってるんですか。まあそうだよね。ほうだよね。ここセーラーになってるじゃないですか。とかちょっとえ浮き輪とか持っちゃう。うわ持っちゃう。でもタマならすくみずでもいい。うわーダメだー。水のタマいい。くにみ。かわいい。くにみ31ここ書いてある。かわいい。かわいい。見たい。カレンちゃんどうですか。カレンちゃんはさどうなの。体型的にはそんなにさ特徴的というよりはどっちなんだろう。どっちってそっち。どっち。そのあのカレンちゃんカレンちゃんなのか、はい、朝倉カレンさんなのか、はい、どっちどっちどっちが着るかによっても変わってくるかも。なんか朝倉ね、カレンちゃんのおっとりしっとりした方は、うんうん、まあへそとか出てなくていいよね、はいはい、別に。確かに出てても、あのスカート系のやつを着てほしい、ねね、ふわふわのふわふわの可愛らしいやつ、うん、カレンちゃんのかあのね激しい方のカレンちゃんはどうなんだ、うん、なんかビキニかな。隠しビビビチク隠しぐらい。過激過激なやつ躊躇なく来てくれそうな。確かになんかそういうのでもまあまあまあ、うんうん、カレンちゃんなら何でも来てくれそうですね、うん、なんなら一層、想像膨らむ。どうなんだろうね。でもちょっとどうなんだろう、キャンサーとかとね戦う時には普通に確かに辛いのかもしれない。確かに。あ、なんかそういうあれあるんですかね。弱い。ちょっと
布面積少なくなるよみたいな、負けやすくなるとか食らいやすくなるとかあるのか、あるのか。でも実装されたらね、ほんとどのキャラが来てるか分かんないですけど、皆さん楽しみに、分かんないけどね、分かんないけど、あることを夢見ていましょう。はい、はい、楽しみね。ではリスナーさんからメッセージが来てるので、はい、いきましょう。あ、ラジオネームカーレッジさんからいただきました。ありがとうございます。セリザーさん、コカさん、まずは30分番組化おめでとうございます。ありがとうございます。私は映像付きのアーカイブで視聴いたしましたが、お二人の身振り手振り一つ一つがとても可愛くて癒されました。動かなかった前回楠木さんもおっしゃっていましたが、お二人をはじめとするヘブ版の収録の裏話や思い出などを語るコーナーがあればぜひ聞いてみたいですといただきました、うん、ね、何か思い出話ありますか？思い出だらけですよね、ヘブ版の収録、うんうんうん、思い出だらけですよジッツフィンクいや本当でもまさに昨日も収録だったんですよ、はい、わーなんと昨日も収録で、終わった後には他の仕事入れないでくださいカレンちゃんはね、とんでもなくわーなんかその朝倉かれんちゃんのおっとりした方がメインで喋ってる回とか、時は全然その後他の現場も行けるんですけど、昨日はですね、そのカタカナのかれんちゃんが大いに大いに元気いっぱい活躍しておりましたので、その後はちょっと無理だと思う案の定帰ったらなんかでも朝しっかり元気に復活してますので、よかった。いやでもそういうことがねやっぱ多かったです最初の方は。ちょっとご迷惑もかけたんですけど、まあ、ある意味もう、うん、こんだけやったら、うん、もう喋れなくなりますっていうのが見えたので、確かにうまくやってましたですし、それだけね、気持ちも、うん、声も張り上げて一生懸命そのカレンちゃんに命を吹き込んでらっしゃるというのが、いやそうなんかね、多分ちょっと喉を守りながら喋る喋り方もあるけど、うん、カレンちゃんはそれだともったいない瞬間がやっぱあるなとは思ってて、うもういいね、かっこいいよ、さ役者だよもういいやっちゃう、枯れちゃえって思ってやったでもそうそうそう、全然次の日にはほらラララララ素晴らしいラララララ、なんて軽やかな声復活してるんで安心してください。どう、こがちやん。そうですね、私ですか、私ギエーって言ったりもあるし、あ、そうですね、ギエーもあったり、なんか叫びのレパートリーが玉をやってちょっと自分の中でも増えた気がしております。さまざまなさまざまなね、お声を、そうなんです、なんかみんなと合わせてギエーっていうところもあるんです、うんうんうん、だから自分のあのフリーギエーの時はめちゃめちゃもうフリーギエーわーってやるんですけど、合わせる時はやっぱ尺をちょっとこうみんなに合わせた感じでギエーをコンパクトにまとめたりちっちゃくとかあったり、ちょっとギエーのあのいろんなギエーいろんなギエーがあるんだね楽しんでいただけると嬉しいと思いますし、まあでもちょっとねまだ言えないけれども、この先もねいろんなストーリーありますから、ちょっともういろんなね、あのいろんなもうたまちゃんを含めもいろんな人たちのね顔を見てほしいし、もう感情移入バチバチできるストーリーがもうムワッてあると思いますです。ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。では続いて、はい、じっくり煮込んだチンパンジーさん、ありがとうございます。セリザーさん、小川さん、こんばんは。まあまあ、この度は番組放送時間の拡大おめでとうございます。ありがとうございます。この度放送時間拡大というビッグウェーブに乗るためにヘブ版始めました。やープレイしてみると圧倒的なグラフィック豪華声優陣、うん、爽快なバトル、うん、なまらやばいです。うん、おい、なまら。またお二人が演じるカレンちゃんとおたまさんも普段の芹沢さんと小賀さんのイメージとのギャップがたまりません。わあ、そんなお二人に質問です。キャラクターを演じる際に素の自分とかけ離れている場合はどういったことに気をつけていますか？あ、気をつけている、かけ離れてる場合気をつけていること、あ、だからヘブ版に限らずってことだよね。そうか、うわ、えでもさ、すごい思うんだけどさ、はい、小賀ちゃんはさ結構どっちも強いじゃん、こう割とそのおとなしくてポツポツと喋るようなキャラクターも結構小賀ちゃんのイメージあるけど、本当ですか、おたまさんみたいなさ、はい、うわーかわいい、結構小賀ちゃんのイメージあるじゃん。あ、本当ですか。どっちが自分には近いなって思うの？どっちなんだろう。でもこれが、こっ
な。どっちなの？でも、あまりこう、なんていう、感覚的にもう、バンって、あ、これだってすぐ瞬時になるのはやっぱおたまさんみたいな子の方が、あの、ポッと出やすいですかね。そうなんだ。おとなしい子の方が割と、なんか、ちゃん、いや、おたまさんもちゃんと気持ち作ってるんですけど、なんかこう、もっとここはこういう感じでこうなってるのかなみたいなのを作ったりする。作ったりするんだ、はい。あ、じゃあそのキャラが離れてる時とかも、うんうん、じゃあもう考え、頭で考えるタイプが割りかな。あー、もうあるかもしれないですね。でもなんか、うん、やってるとあれ、なんか自分に似てるとこ結構あるなって思ってきちゃうタイプです、私。台本読んでるうちとかに、はいはい、なんか最初これできるかって思ったりするけど、うん、あの、あ、言うよね、わかるわかるみたいなのがだんだん出てくる気がします。こうなんかお互いにこうなってんのかね、シンクロする部分が出てくるタイプな。でも芹沢さんこそ、うん、本当にあのカレンちゃんみたいに、うんうん、カレンちゃんも真逆じゃないですか、ね、確かに2人、カレンちゃんとカレンちゃんが、はいはい、とか、ね、あ、でもなんか芹沢さんは結構激しめの役をやられてるイメージ、イメージが私もあるこうなんか内面の狂気みたいなのが、狂気みたいな、そう、狂気的な役が結構多くて、うんうんうん、ね、でも意外とそれがかけ離れてないのかもしれない、自分の中に宿る、うん、朝倉カレンちゃんのそのおとなしい方が新鮮かも、はいはいはい、あ、ね、激しいカレンちゃんの素に近いのかもしれない、ね、素っていうかなんかちょっとやばいやつみたいな感じだね。やばいやつみたいな。だ、出しやすいというか、出しやすいかも。パッとだったです、うん。なんでだから逆に落ち着いてる時とか、うん、ね、自分にないものをこう探してやってる感じがありますね。すごい面白い。面白い。こういうのなかなか聞けないので。確かに面白い。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだいける。いけるか。行こう。おい。ラジオネームごまちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃん、おいちゃん、こんばんは。こんばんは。私は今、悩んでいます。それは、私の弟がヘブ版を始めてくれないことです。私は、推しのゆうちゃんが出ることがきっかけでヘブ版を始め、私がヘブ版を始めた当初から興味を持ってはくれています。うん、弟は、もともとあおいちゃんのラジオのリスナーで、うん、あ、ヘブ版を始めたらメールのネタになるじゃんと言っても、おたまさんの可愛さを力説しても、ヘブ版の良さを解いてもやってくれません。やって、紹介すればクオーツ手に入るのにと思いつつぜひお二人からもヘブ版を進めてやってください。わあ。ですってよ。しかもこの、うん、あの弟さんですね、うん、知ってますよくあのラジオとかに送ってくれる、ラジオネーム知っとる、はい、知ってます。うわ、じゃあすっごい好きなんじゃん、こかちゃんのこと。でもヘブ版にはまだ踏み出せないの。おかしいな、おかしいな。かわいそう、たまちゃまさん。おたまさん、いいでしょ。いいですよ、いいでしょ。しかも、芹沢さんも、まあそうだ、一応なんか、二度おいしいキャラクターをやってらっしゃいますのでね、いろんな芹沢さん見れますよ。そうですね、でもね、気持ちはわかる。私もさ、ゲームさ、うんうん、やっぱこう、自分が出てると思ってヘブ版もすごいやりやすかったけど、はいはいはい、なんでなんだろうね、うん、もうさ、だってまあヘブ版始まってこれでハーフアニバーサリーだから6ヶ月じゃん、はいはい、6ヶ月の遅れを取ってる感覚になって、うん、あ、今からじゃどうせ追いつけないよって気持ちになるんだよね。そっか、その気持ちもわかるんですよ。確かにね、ストーリー進んでいくやつだとね、そう、もうみんなはどうせもう3章終わってんのに俺は1章からって気持ちになる。でも大丈夫、ヘブ版は今いい、いいキャンペーンをやってるんだ。そうだよ、応援キャンペーンやっとります。応援キャンペーンをやってるんだ頑張ろう、頑張ろう、弟くんやろう、一緒やろうやろう、うん、なんか聞くからそうだよ、メール送っておいでよ、送っておいで、読むから、読むから、さあ、もう名前覚えてるから。素晴らしい人気です。あ、嬉しい。でも私もまた今の人が遊んでくれてもいいなと思います、ね、ぜひお願いします。はい、では1曲お届けしましょう。はい、現在各種サイトでダウンロード販売中、ヘブンバーンズレッドより前田純柳凪でエバーラスティングナイト。
川葵のヘブンバーンズレディオ。続いてはこちらのコーナー。 DP 削られるわ。ゲーム内の戦闘では HP を守るための DP が存在します、はい。このコーナーではリスナーの皆さんがこれを言われたら DP 削られるわという一言を教えてもらっています。うん、うん、みんなすでに削られてるんじゃない？だね、この暑さやらな、うん、なんだろうな、生きていくって削られることが多いのよ。本当ね、うん、でも生きてるだけで偉いからね。そんな風にママちゃんが言ってくれてもカムバロー、頑張ろう。しかし今日もひどいものが揃っております。やばい、はい、紹介していきますか。怖いよ。私から行こう、はい。こちらいきます、うん。ラジオネーム年収5万さん。体育祭の打ち上げで、うん、クラスでカラオケ行こうってことになり、僕はめんどくさいなくらいのテンションで後ろをついて行った時に言われたセリフです。え、お前も来るの？かくこんなこと言うやつは誰だ。残酷、ひどすぎる。なんな、まあこれ学生祭、体育祭だから、まあ、そうですね、学生のね、はい、方 だと思うんですけど。わかるわかるわかる、すっごいわかる。わかるよ、うん。もうもちろんさまざまなスクールカーストを経験しておりますから恐ろしいのよね。恐ろしいのよ。しかも本当になんかもう当たり前のようにポンって言ってきますよね。来る、ものすごいナイフを持ってるとも知らずに。そうだよ、忘れないんだよね、あとこういうのね。そう、この時期に言われた言葉ってずっと残ってる。残ってんだよ。相手は忘れてるのに。そうなんだよね。言ったこともそもそもそいつと仲良かったかすら覚えてないんだよ。もうひどい、かわいそうに。本当だよ。でなんかちょっと会ったら久しぶりみたいな感じで、いやそうそうそう、よーみたいな。誰だお前、あの時そんなに喋らなかったくせに。今さら友達ずらすな。もういや、もう気持ちわかる、大丈夫だ、共に頑張ろう、頑張ろう、うん。はい、続いて、はい、ラジオネームはらぺこあおちゃさんからいただきました。ありがとうございます。とある駅でトイレに行ったら、うん、マダムにここ女子トイレですけどと怒られたので、女ですがと答えた時に言われた一言です。あら、そうなの？どう見ても男にしか見えないわよ。身長177センチでショートヘアなので、よく男に間違えられるので慣れているのですが、そんなにはっきり言われたのは初めてです。でもせめて謝ってほしかった。本当にそうだよ。もうその駅行かない、行かない、そのマダムが出没するとこ行かない、行かない。怖いな、ひどい。マダム、銀座とかですか？知らんけど。そう、怖いよ、もうさ。なんかそういうマダムにはならないように気をつけようって思いますね。本当そうだね。私たちは大丈夫だろうけど。時々さ、うん、でも怖い人いるよね。なんかびっくりする人いる。ワンちゃんとか連れててさ、トゥントゥントゥンって歩いてる、なんかワンワンとか言ったら、あーダメダメダメみたいな、なんか、うんうん、お前があっち行けよみたいなさ、ここ犬の通り道だしみたいな感じがする。人も通るしみたいなとこさ、なんだろう、確かにね、なんか多分世界の主人公なんだろうね。あ、そうなんだろうね。私が世界なんだ。そうそうそう、ここが中心みたいなね。なんてよくないね、みんなで生きてる、みんなで生きてる、みんなの星だから、ここみんなの星だよ、うん、地球、そこらへんが地球。177センチはかっこいいよ。そうだよ、めちゃくちゃいいよ、モデルみたいじゃん、うん、自信持ってこ。はぁ、はい、ありがとうございます。よし、引き続き皆さんが DP を削られる一言を教えてください。お待ちしてます。続いてはこちらのコーナー。第31位舞台ルームルール。やっぱ、
私たち 31A の6人は同じ部屋で暮らしています、はい、このコーナーではもしも私たち2人とそしてリスナーさんが一つ屋根の下に住むことになった場合の生活のルールを決めていきたいと思います。はい、うん、着々と私たちの同居ルールが決まっていっております。いいですね。前回決まった作ってもらった料理を食べたらまず美味しいという、うん、大事いいルールです。絶対に言おう。そうだよ。じゃあもう今日も来てるんで、うん、読んでいきます。はい、こちらラジオネーム M やんさんのルールです、うん、お風呂に入るときは全員で背中の流し合いをする。マリ早かったな答えが早かったですね。全員で、だから円になるということでしょうか円になってこう全員でこうすごいね、修学旅行 みたいです。修学旅行でももはややんないけどさこれはすんごい絵だし、うん、もう必然的にまずみんなでお風呂に入ることになるし、はい、お風呂で気使いたくない風呂はもう絶対に一人でしょ。こちら、では採用か不採用か、はい、もう決めちゃっていいですか。お願いします。ではいきます。残念、不採用でした。当たり前だ。そうだよこんなん絶対やだもう想像しただけです。恐ろしいよ。今日は何時何分にお風呂の前に集合でお願いしますみんなでお風呂にガーッて楽しいけど、楽しいけど見てる分には楽しいけど、うん、そう、うんうん、毎日はしんどい、うん、あでもこういうのもあってこそですから、そうですね、このコーナーはね、うんうん、思いついたの送ってきてください、うん、素晴らしい。はい、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしてます。はい、ここでヘブンバーンズレッドからのお知らせです。7月14日アップデートのバージョン 1.6.10 からメインストーリー第3章の難易度が緩和されました。キャンサーを倒せずに前に進められなかった方はぜひこの機会に再度挑戦してみてください。それに合わせてメインストーリークリア応援キャンペーンが7月15日から開催中。期間中にメインストーリー第3章をクリアで合計コーツ3000個獲得できます。すでに第3章をクリアしている方ももらえるので、ぜひログインしてゲットしてください。はい、さらにストーリーイベント A Little Tear Forgot Your Memories、 小さな涙忘れられた記憶が開催中はい涙を拭っていた相手、それは任務中に不意打ちを受けて怪我をした一子は記憶喪失になり妹たちのことを忘れていた。第31位舞台、大島一子が活躍するイベントストーリーをぜひ遊んでみてください。以上、ヘブンバーンズレッドからのお知らせでした。芹沢優と小川葵のヘブンバーンズレディオ。来週はですね、はい、ゲストに、うん、泉ゆき役前川涼子さんがゲストで登場します。やった、嬉しい。全部聞きたい。 DP 削られる言葉も、上がる言葉も、うん、全部教えてほしいな。うわ、やりたい。やりたいできるかな。あとキャンサーも見たい。キャンサー前川は私さ、その情報局、はい、に行った時はまだやってなかったから。あ、本当ですか。いつからキャンサーになったんだろうそんなところも いろいろ聞きたいですね。はい、はい、番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メールはこちら hbr@joqr.net hbr@joqr.net です。
番組公式ツイッターもありますのでフォローをお願いいたします。感想はハッシュタグヘブバンレディオでぜひツイートしてください。ということで、ここまでのお相手はヘブンバンズレッド朝倉カレン役の芹沢優と国見玉役の小川葵でした。バイバイ。この番組は最上の切なそうヘブンバーンズレッドの提供でお送りしました。水着実装されるといいね。楽しみですね。こがちゃんはさ、はい、どんな水着着るの？こがですか？こがは言ってくれんの？優しい優しい。こがはですね、いや憧れですよ。憧れね。憧れはもうやばいやつ着たいっす。もうなんかなんだなんかもう真っ黒のテッカテカのテッカテカお腹のとこだけブワーンって開いてるやつが着てみたい。背中とお腹ブワーンって開いてるやつ着てみたいっす。想像の斜め上付けでびっくりしちゃった。芹沢さんは…芹沢？はい、芹沢もすくみずでいいよ。え？諦めてんだ。すごく見たい。なんだろう、諦めてんだよ。